今回はアレルギーについてお話ししたいと思います。結構ね、チンチラ飼われてる方とか、これから飼う方、気になる方も多いと思うんですけど、チンチラを飼う上でアレルギーはどうなのかっていうことですね。まず、チンチラの毛、これでアレルギーになる方もいると思います。で、あとチンチラの砂浴びをする砂、これもすごい粒子が細かいので砂のアレルギーになる方もいるんじゃないかなと思います。で、もう一つ一番ネックなのが、チンチラの食べ物でもあるチモシーとか雑草類ですね。これでアレルギーが発症したりとか、まあ、飼う時にはもうアレルギーになっちゃってて、くしゃみとか咳が止まらないという方もいるんじゃないのかなと思います。チモシーは雑草でイネ科なんですね。なので、例えばそうですね、花粉症とか、杉の花粉とかイメージしていただくとわかるんですけど、稲もそういう感じなので、そのアレルギーを持っている方とかは咳込んだりとか、くしゃみをしたりとかっていう症状が出るんじゃないのかなと思います。で、そういった方のために今回はチモシーの中でもアレルギーがあまり出ないと言われているチモシーを見つけたので、今日はご紹介したいと思います。それがこちら、フルフルコナフルイズミウサチモ。これですね、ウサギが大好きなチモシーを厳選したやつらしいんですけど、ちょっとね、チンチラにはそこは該当しないんですけど、チンチラを飼われてる方はご存知だと思うんですけど、例えばね、こういう白い容器とかにチモシーをたくさん入れてあげた場合、最後に粉が残るんですよ。で、それをね、これは振るってあんまり出ないように、こう真空パックして出荷しているチモシーみたいです。なので今日はこれを開けてみたいと思います。まずプーが普段食べているのはこちら、バニーグレードチモシープロなんですけど、僕ね、今までチモシーっていろいろ種類があって、だいたいね、市販で売ってるものはほとんど買ってプーに食べさせてみました。で、分かったことなんですけど、結構チンチラって好き嫌いが多くて、最初はすごく好んで一袋目は食べるんですけど、同じものを買ってくると二袋目から食べなくなっちゃったりとか、あとはチモシー入れに入れておいても捨てる分の方が多くてほとんど食べてないとかっていうこともありました。このバニーグレードチモシープロはプーが大好きで、今年に入ってからずっとこれなんですけど、今のところね、ほとんど残さずに毎回食べてくれます。これは他のチンチラちゃんには当てはまるかどうかはわからないんですけど、プーの場合はこれが今ドンピシャですね。じゃあまずはこれを開けて箱の中に入れてみたいと思います。見てもらうとわかる通り、真空パックとかはされていなくて、ただチモシーが入っているだけの状態ですね。で、いつも僕の場合はこういうケースの中にチモシーを、これね、密閉できないのでこのままバサッと入れて保管してます。チンチラは匂いが重要なので、蓋をしてなるべく匂いが逃げないようにしてます。まあ、これね、揚げ始めるとね、結構早い段階でチモシーなくなっちゃうので、まあ、こんな感じで保管してますね。お腹空いてるのバニーグレードプロはすごい好きなんですよね。チモシーの中でもこうやっていつも無心になって食べてるんですよ。お腹空いてるんだね今日後であげるよ、これまだ餌箱じゃないから。これちょっといい？プー、まずバニーグレードチモシープロの方なんですけど、これわかりますかね、すごい目の細かいチモシーの粉みたいなのがくっついてるんですよね。こうね、目の大きいものは、これはもうしょうがないと思うんですよ。草なので。こういう風になるのは、おお、プー食べるのか見えてないけど。しょうがないと思うんですけど、このね、細かーい粉っぽいやつが結構、そのアレルギーの方にとっては辛い部分だと思うんですよね。これがね、体に入りやすいので、まあ、こういうやつですね。次は、ウサチモですね。見るからにわかるんですけど、真空パックになってます。じゃあ開けていきましょう。なるほど、ウサチモの場合はハサミいらないね。これここジッパーになってて、
ここからこうやってペリペリって剥がす、袋開けられるようになってますね。鮮度を保つためかな。はい、でこれ多分一回開けちゃうとね、もう真空パックは取れちゃうと思います。はい、でこっちも同じくこの中に、ケースの中に入れたいと思います。ちょっとね、真空パック、別にこれこういう風にジッパーがついてるので中に入れなくてもいいと思います。今回は入れます。このままでも保管できますね。これこういうタイプありがたいですよね。今までも市販のものでもこういうジッパータイプあったんですけど、プーがねあんま食べてくれなくて却下になりました。まあ、これもね、こうやってアレルギー対策されてるチモシーなんですけど、チンチラの場合は好き好みが激しいので、食べる食べないは別の話なんですよね。食べなかったらもうこれはちょっと諦めるしかないんですけど、食べてくれればいいんだけどね。結構ね、最初ほんと食べててもね、後から食べなくなっちゃうこととかもあるからね、そこら辺はもうチンチラの性格上しょうがないですね。よいしょ。はい、こんな感じですね。まあ、こういうのはね、こういうのはしょうがないと思うんですよ。こうちょっと細かいのはね。ただね、やっぱりね、粉っぽいのは見当たらないですね。おー、プー、ちょっと待って。粉っぽいのは見当たらないですね。うん、全然残ってないです。もうこういうのはもう草なのでしょうがないと思うんですけど、本当に目の細かいものですね。それが見るからに、こっちは少ないですね。問題は今回、ウサチも食べてくれるかどうかっていうか、もう食べてるね。今あげようと思ったんだけど。美味しいのかな？結構なんか、ウサギの中でもより食いつくチモシーみたいなので、すごいウサギが好きなチモシーを厳選してるみたいなので、チンチラにそれが当てはまるのかどうかはわからないんですけど、今、プー見る限りだと、自分から、あまり普段ね、率先してチモシーって食べないんですよ。ケージの中にいるときに、まあ、チモシーと他のね、ちょっとした雑草しかないので食べてるっていう感じなんですけど、今、ケージの外でもこうやって食べてくれてるので、まあまあまあ、美味しいんでしょうね。今回のこのチモシーなんですけど、なんか時期によって、なんか質が違うみたいなんですよ。で、この、ウサチモ購入したサイトなんですけど、URL を概要欄に貼っておきますので、気になる方はそちらご覧ください。そのサイトで、その時のチモシーの質の良さを、なんか星マークみたいなので、表示しているので、参考になると思います。あとそこにね、今僕がこうざっくり話したよりももっと細かく説明が書いてあるので、アレルギーを持ってる方とか気になる方はそちらご覧ください。これは Amazon のリンクとかではないので、そのホームページの URL を載せておきます。はい、じゃあ早速餌入れに入れていきたいと思います。で、前回ね、紹介したこれ、この餌入れなんですけど、これめっちゃいいよ。上のアイマークと下の概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はご覧ください。その動画の概要欄にも、Amazon のリンク貼ってあります。この商品のですね。はい。これね、何がいいかってね、チモシーを入れて食べさせるじゃないですか。で、そうすると、下からチモシー取ってくれるんですよ。なので、古いのが下にたまらないんですよね。今までのものっていうのは、牧草入れの下に古いチモシーが溜まっちゃって、それを全然食べてくれなかったんですよ。こっちは、下からどんどん取ってくので、古いものが残らない形状になってるので、すごいいいです。あと、なんかね、あんま残さなくなったね、これにしてから。うん、これおすすめですね。気になる方ご覧ください。やっぱりお店とかでも、結構これ使われてるところ、お店多いんですけど、なんとなく意味がわかり、理由がわかりました。チモシー入れるときもね、上からこうサクッと刺すだけなのですごい楽なんですよね。はい、で、これを、まぁ、ちょっとバラバラっと、ざっくり、あれなんですけど、こぼれちゃうんですけど、まあ、こんな感じでいつも入れてます。まあ、多少落ちるのはしょうがないですね。
あとこれチンチラちゃん結構ね、牧草入れ下に置くタイプだと中に入っておしっこしたりとかうんちしたりする子もいると思うんですけど、これ中に入れないので衛生面でもすごくいいですね。